どうしたの先生。あ、ちょっと待っててくれたまえよ。この田舎も憎きちまうからさ。まあ落ち着いてよ先生。いきなり奴隷にするなんて、そいつはいけないよ。せめて身を守るチャンスくらいくれなくちゃ。バニーガールでも期待してたかい？